島県喜多方市にある新宮熊野神社を紹介します。天義3年1055年、源頼義義家親子が前九年の駅で奥州に赴く際、武運を祈って紀州から熊野の神を熊野堂村、現在の会津若松市川東町に勘定神社を創建したのが新宮熊野神社の始まりと伝わります。その後御三年の駅でこの地を再び訪れた源義家が寛治三年1089年、神社を現在の新宮の地に遷座させました。この神社の特徴は、国の重要文化財で長床と呼ばれる拝殿に相当する建物です。幅約27メートル、奥行き約12メートルとかなり長大な建造物で、太さ約50センチメートルの柱が44本、等間隔に前後左右に並び屋根を支えています。建物全体が吹き抜け構造で、拝殿としてはかなり珍しい形式と思います。長野県の諏訪大社上社前宮にも似たような吹き抜けの建物があったような記憶があります。現在の長床は昭和46年から49年にかけて解体修理復元されたもので、参道横に復元事業を記録した記念碑も立っています。長床の奥にある石段を登ると、本殿である熊野三社の3つの社があります。中央の社に熊野新宮、左の社に熊野那智の扁額がかかっていますが、右の社の扁額はかすれて読めませんでした。おそらく熊野三社ということから熊野早玉と想像します。